私の味方なんていないんだと。なんとなくイライラして涙が出て悩みが溢れて、でもうまく SOS なんて出せなくて、出し方さえもわからなくて、変に強がって見栄を張って大人たちを困らせた。誰を信じていいのかもわからなくて、助けてなんて言えるはずないだろう。いつの間にか大人になってた。私は悩んでいたんだ。たちが今何に苦しんでるのか分かってあげられなくて、綺麗な言葉じゃなくてもいい、時間をかけてでも少しずつ言葉に出して伝えてくれないかな。どんな小さなサインでもいいから、自分にさえも嘘をついて自分の意思を伝えきれなくて、周りの目がいつも気になって、誰かの正義さえ煩わしくて、誰かが決めたルールや規則が嫌になって、道を踏み外したくなった。愛も心配も全て無視した。分かってたよ、誰かが悲しんでることくらい。私たちはすれ違ってる。どうすれば思いが伝わるかな。意外と大人ももろくてさ、わからないことが多すぎるんだ。どんなに大人を嫌ってもいい、今は意味なんてわからないよ。いつか大人になった時に気づいてくれればいい。一人で解決しようなんて思わないで、少しは長く生きてる私たちを頼ってよ。綺麗な言葉じゃなくてもいい、時間をかけてでも少しずつ小さなサインでもいいから。
そして望むことはただ一つ、素敵な大人になってくれますように。ありがとう。